おかえり、北鉄のフェラーリ。スピード違反ギリギリで帰ってきましたよ。お前ら、今日は集まってくれてありがとう。サッカー部、3回戦突破して次は4回戦。お前らの応援がいるんじゃないの？オノデラコール。先生、ちょっと朝からすいません。おういいよ。吉野くんのことなんですけど、うん、あの僕決起集会して今日朝教室行った時に、うん、吉野くん元気なくて、うん、なんでチームも個人もかなりいい状態なのにあんなに元気ないんですかね。まあちょっと理由は言えないんだけど、あいつすごく今いろいろ悩んでるらしい。あ、そうなんですか。で、何度も本当に申し訳ない。はい。お前があいつに火をつけてほしい。いや先生、もうそれやったら僕経歴バレるんですよ。だからなんで火つけないとダメなんですか。僕がもう本当に経歴バラす。もうその脅し文句やめてくださいよ。きついっすよ。僕も今応援団長としてやってるし、さすがにそういうことはできないっすよ。これお前だろ。正気から全て調べさせてもらった。お前は何話の人間ブルドーザーになる前は北摂のフェラーリだったんだろう。先生、なんで僕のガンバ大阪ジュニア時代の動画なんか持ってるんですか。まあ本当に経歴バラす。わかりました。少し考えさせてください。失礼します。
小野寺君、朝礼始まるよ。カズ、おはよう。おはよう。ごめん、ちょっと考え事してて。どうしたの？実は親友のカズにも言ってないことがあってさ。何？俺昔サッカーでスーパースターだったんだよ。なんだよそれ。まあ信じてくれねえよな。嘘だよ。いや本当だよ。将来期待されるようなすげえ選手だったんだよ。そんな嘘でしょ。なんだよ急に。まあカズは知らないと思うけど、ガンバ大阪っていう下部組織にも入って、高校でも全国決めるようなシュート決めてすげえ選手だったんだよ。夢でしょそれ。夢じゃねえよ。いやそれでね、先生に、あの吉野くんが元気ないから、なんかお前が火をつけてやれってなんか頼まれて、さっきそれでちょっと悩んでたんだよ、どうしようかって。お、確かに吉野くんは元気なさそうだったけど、小野寺くんがさすごかったなんて嘘でしょ。まあ噂で聞いたか分かんないけど、吉野くんいろんな理由があってサッカーから離れることも考えてるみたいだよ。僕行くね。ああ、なんだろう、吉野くんがサッカーを離れる理由って。はい、じゃあ授業終わります。はい、起立。レッ、おめでとう。先生。お、俺だ。お前、やる気になったか。いや、そうじゃなくて、ちょっと吉野君のことで話したくて。ちょっと、ここでは話さないな。廊下来て。わかりました。先生、風の噂で聞いたんですけど、吉野君に何があったんですか。聞かせてくださいよ。お前、誰にも言うんじゃないぞ。はい。実はな。はい、ちょっとこれは内密なんだけど、はい、3回戦スカウト来てただろ。はい、であれからお前に3つ新たに正式予報が届いた。まず1つ目、吉本坂46で、2つ目が柿の木坂48で、3つ目が、まあこれは結構ビッグクラブなんだけど、キャンディータウン。お前はどこ行きたい。先生、実は僕サッカー以外にやりたいことが見つかって、今ちょっとスカウトの話は受けれないです。やりたいこと、それは言えないんですけど、すいません。サッカー以外にやりたいこと。まあ俺もそこはなかなか踏み込めなかったんだけど、あいつやっぱりすっげえ悩んでるらしいぞ。だから小野寺が吉に歩み寄ってほしいね。吉野くんが大変なのは分かりますけど、僕が歩み寄ってまたサッカーしちゃうと経歴バレちゃうんで、それはできないです先生。そこをなんとかお願いしたい。すいません、それはできないです。ごめんなさい。おい吉野、もっと行けよ。おい、ヤシロ、お前聞いてんのか。おい、ちょっとこっち来い。おい、うるせえわじゃねえよ、聞こえてんだよ。お前今いろいろ難しい時期かもしんないけど、チームは全国制覇に向けて頑張ってんだよ。お前がチームのものを乱すな。もっと気合い見せろな。戻れ、しっかりやれ。お前が引っ張るんだよ。もう一回。おたまぎは行けよ、そこちゃんと。そういうのは出れんだよ試合に。練習からちゃんとやれよそういうところ。先生すいません。なんで練習中にすいません。ああ僕にやらせてください。え、僕が吉野くんに火をつけます。やってくれんのか。はい、吉野くんにフットボールの楽しさをもう一度分からせてあげたいです。ありがとうな、頼むわ。1週間だけ時間ください。分かった、サッカー部も1週間後オフ作るから、そこでお前と吉野をマッチングさせる。ありがとうございます。1週間で体を仕上げて吉野くんをめった打ちにします。めった打ち。はい、それで吉野くんに
フットボールの楽しさを味合わせてやりましょう。お前しかできないからな。はい、先生練習続けて、はい、大丈夫です。あ、だありがとう。はい、それだけです。気をつけて帰るよ。はい。おかえり、北節のフェラーリ。スピード違反ギリギリで帰ってきましたよ。光っちまうんじゃねえか、オービス。俺のスキルはゴールド免許ですよ。ちょっと、じゃあ席座っていいか。シートベルトの着用、お願いします。お前仕上げてきたな。さっきのプレイ、ブルードーザーからのフェラーリだったな。ミッションじゃないですか今の。フェラーリ意識してたんすか。明日は俺があいつを呼び止めるから、お前はグランドでエンジンかけて待っとけよ。先生、もうそれおもんないっすわ。その車のノリみたいなもんいらんわ。面白くない。全然おもんない。誰も笑ってへんから。結構いいなと思ってんだけどな。いや、誰も笑ってないで。多分先生今までずっとそれでなんか受けてきたんか知らんけど、車のくだり。わかんねえんだよ高校生に。全然おもんないわ。俺はおもろいぞ。やめよう先生もそれ。割と。じゃあとりあえずもう体仕上がったんで、明日呼び止めてくださいね。頼むわ。僕は待っておきますグラウンドで。ありがとう先生。お前もう帰んのか。いや今日オフなんで帰ろうかなと思ってました。お前グランド見てみろ。え、おい吉野くん、サッカーしようよ一緒に。 お前の大事な仲間が待ってんぞ。なんで小野寺あんねん。あいつはお前が元気ないこと気づいてたんだよ。少しぐらいボール蹴ってやれ。じゃあ小野寺とサッカーして何になるんすか。いいから行けって。ほら行け行けって。ほら。なんでお前グラウンドおんねん。いや今日は生徒会いないんで、吉野くんとサッカーしたいなと思って。いやせえへんって。いや吉野くん元気ないからさ、ずっと。だから僕が一緒にサッカーしてなんか元気になったらいいなって。いや俺今日オフやから早く帰りたいねんって。わかりました。じゃあ3番勝負しましょう。3番勝負、うん、3番勝負で僕に勝ったらすぐに帰らせてあげます。あ、じゃあ俺がもうサクッと倒してもう帰っていい。じゃあ優作、あ、虫だ。優作のサクってだけにってことですか。サクッとっていうのは。それは違う。それは違いますか。あの3番勝負は、的当て、うん、はい、ピンを持ってきてるんでこれに当てる。あ、蹴って先に当てた方が勝ち、うん、で、スピードリフティング対決、うん、どっちがリフティングで速くゴールまで到達できるか。ああ同時にスタートして。オッケー。もう一個は1対1普通の、はい、うん、3番勝負です。これでまあ3番勝負なんで、ね、どうなるか分かりませんけど、まあ、全部勝ったら吉野君すぐ帰れるってことですよ。なあ、オッケーオッケー。もうすぐ倒して帰るわ。あ、じゃあまずじゃあ的当てから、的当てからいきましょう。はい、別のところでやる？あ、別のところでやりますか。どっちから蹴ります？俺から行くわ、お帰りです。どうぞ蹴ってください。
これで1対1ですね。次吉野くんが勝ったら帰らせてあげますよ。オッケー。次はスピードリフティング勝負対決。ここからスタートしてあっちの木まで行きましょう。落としたら負け。落としたら負けです。先に着いた方が勝つ。そういうことになります。じゃあやりますか吉野くん。オッケー。ラスト勝負、よーい、スタート。大丈夫か？大丈夫です、大丈夫です。もう足押さえて。大丈夫です、怪我大丈夫です。怪我したんか？あ、大丈夫です。吉野君勝ったんで、とりあえずもう終わりましょう。うん、はい、あっち行きましょう。立てる？立てます、大丈夫です。大丈夫。行けるか？お前大丈夫か？大丈夫ですよ。怪我は大丈夫です。ちょっとだけ、あの瞬間だけ痛かった。大丈夫ですよ。気にしないでください。てかお前、めちゃくちゃサッカーできるやん。いや、できないっすよ。どしろとっすよ。お前、さっきの、あの、ルーレットどこで覚えたの？あれは激坂と E フットボールで覚えただけで、たまたま出たんですよ。いや、僕はサッカーやったことないっすよ、本当に。ほんまに？はい、そうです。てか、吉野くん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、うん、あの、小鳥のお知らせで、あの、ちょっと聞いちゃったんですけど、うん、なんかサッカーを離れるみたいで、なんか理由とかって聞いてもいいですか？ YouTuber になりたいんで。 YouTuber？ 自分の作った動画で人を笑顔にする仕事ってめちゃくちゃいいなと思って、ちょっとサッカーやめてそっちの道進むこともちょっと考えてる。そんなことプロになってからでもできるだろ。何言ってんすか？何ボケたこと言ってんすか？そんなことはプロになった後でもできるじゃないですか。吉野君はプロに行く人材なんですよ。実力あるんですよ。プロ目指してくださいよ。まあ確かにサッカーやめてからでも YouTube できる。できますよ。全然できますよ。だからサッカーしてください。プロ目指してください。スカウトも来てるんでしょ、うん、やってくださいよ。まあもうちょっとだけプロ目指してサッカーやろうかな。そうっすよ。絶対その方がいいんで。そうやんな。そうっすよ。なんか僕が真剣に考えたら時間が無駄ですよ。YouTuber になりたいとか。そんなことかよ。いや、憧れあったからさ。プロ目指してください。そうやな、頑張るわ。では。はい。ありがとう。よかった、そう言ってくれて。心配してくれて。はい。大丈夫かし。大丈夫です。じゃあ、帰ろう。はい。まだ応援も来てな。応援も行きます。もちろん、僕応援団長なんで。はい。ありがとう。お疲れ様です。ありがとうな。はい。どうだった？まあ対決は負けましたけど、彼はまたプロ目指して頑張ってくれるみたいですよ。そっか。てか、あいつのやりたいことって何だった？ YouTuber です。 YouTuber？そんなことだったんで、僕がちょっと言ったらまたプロ目指すって言ってました。一番な。最近ね、みんながなりたい職業でもありますからね。まあ、大変だって聞くけどな。そうっすよ、めんどくさい職業っすよ。撮影して、企画も考えて、編集もして、サムネも考えて、どうやって伸ばしていくかとか、ブランディングとか、いろいろありますからね。まあ、大丈夫っす。とりあえずプロ目指すみたいなんで。僕は YouTube でやんない。僕はやんないっすよ。小野寺コール見てると思うけど、フェッシャーフェッシャーフェッシャーピースピース。なんだよお前、なんだよじゃねえだろお前。ほら、これ振り回したろかよお前。